ホカケトカゲ族は、爬虫ゅ有こ目、アガマ科に属する族。インドネシア、フィリピン全長80から100センチメートルとアガマ科では、最大級。後頭部から尾にかけて、縦紙状の鱗が並ぶ。孔子の指には、水かきがあり、泳ぐのに適している。全長の3分の2を尾が占める。尾は縦に扁平で、泳ぐのに適している。生態は尾に、ほのようなクレストがあり。 和名や英名の由来になっている。オのクレストはオスで特に顕著。同種でも分布する島によって形態が異なり変異が大きい。そのため現在は個体群として扱われているものが今後アシュや別種として記載される可能性がある。水辺の森林に生息する。半樹状性で主に木の上で生活する。俗名のハイドロサウルスは水のトカゲの入で 名前のように泳ぎや潜水がうまく、驚くと水中に飛び込んで逃げる。地上では、格子だけで立ち上がり走って逃げることもあり、短距離であれば、水上を走り抜けることができる。修練現象として、同じような環境に生息するイグアナ科のバシリスク族がいる。植生は、植物食傾向の強い雑食で、植物の葉、果実、昆虫類、小型爬虫類、鳥類、 小型哺乳類等を食べる。繁殖形態は乱生。ペット用として輸入されることがある。主に野生個体の容体が流通する。もともと大型種で驚くと、ケージ内を走り回り、粉炭を潰してしまうため、飼育には、広いケージと落ち着いた環境が必要。また水辺の高温多湿の環境を好むため全身が、浸かることのできる、水容器や全体を保温する設備も必要になる。 ありがとうございます。